先制点がそれ大事だと思ってたんで、それを、まあ、自分自身で取るか、チームとしていかに早く作り出せるかっていうところを意識してましたし、そこが本当にキーになると思ってたんで、まあ、あの1点取った瞬間に勝ったとは思いました、はい、個人としてもチームとしてもどんどん質を上げていって万全の状態でまた8月のベスト8で戦えるように持っていきたいなと思います。残り時間も考えれば自分たちにもいい状況ではないですし、決めれるべきところで決めていればまた違った展開になっちゃったと思うので、まあ、どっちが勝ってもおかしくないような、はい、展開になったと思います。もう攻めるしかないっていう状況だったんで、まあ、ガンガンお前の持ち味を出してこいっていう感じで、もうどんどん攻めろっていう感じだったんで、まあ、逆に入りやすかったかなと思います。ガンバのサッカーをやれれば勝てない相手じゃないと思うんで、まあ、しっかり優勝を目指して頑張りたいと思います。80分を通して、まあ、上に上がればいいので、まずはもちろん自分自身含めてね、まあ、やっぱり誰もがアジア制覇っていうのは非常に大きな、目標の一つです。